僕はトレーニングの日に食べている献立を紹介していきます。タンパク質を多く摂るようにします。おお、なんでですか？なんでですか？やっぱりトレーニングにはそのエネルギーが大事なので、それを終わった後にあのタンパク質を筋肉に変えれるようにしていきます。メニューはハンバーグ、きんぴら、スープ、ご飯を作っていきます。はい、はい、なんか食べるのある？全部食べれます。トレーニングの日に、うん、もうタンパク質多く取る。あ、そうですね。あと量は気にするから、うん、ささみを食べたり。今日はハンバーグ作っていきます。それでハンバーグはこのスチームオーブンレンジビストロで作れて、ビストロじゃあハンバーグ作っていきます。はい、材料はこちらです。合いびき肉。合いびき肉だよね。恥ずかしい、恥ずかしい。今一番恥ずかしかった。なんこれ。合いびき肉です。合いびき肉、やめて。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。玉ねぎとバターで、これパン粉をふやかした、はい、混ぜていきたいと思います。はい、はい、混ぜちゃって、混ぜちゃって。混ぜるときに意識することとかあるんですか？確かに、まあ、聞きたい。でもあれやね、やっぱりそんな強すぎずやらんほうがいい、ね、強すぎずやらんほうがいい、うん、やらんほうがいい。これは毎週ハンバーグ作ってるんですか？毎週ハンバーグ作ってる。すごっ、めっちゃ豆っすね。いや、じゃあさ、もうビストロ買っちゃおうよ、リュウ。俺もハンバーグ好きなんですけど。いや、持ってる、持ってる。すでに持ってます、ビストロ。なんか見て、なんかめっちゃ可愛く見えて、このビストロが。ビストロほんまに可愛く見えてきた、ガチで。愛着湧いてきたわ。ハンバーグって難しいじゃないですか。むずいか、その焼け具合とか。え、今だったらね、もうビストロで1個。ビストロがいるから、あ、そうか。うん、こんなもん、落ちる落ちる落ちる。いや、多分大丈夫。いける？はい、はい、こんなもんで。こんなもんです、はい。じゃあ次にそれぞれの肉ダネを作っていきましょうか。いきましょう。でかいな。手でやりたかった。いや、関係ない、ビストロで1転がら。あ、空気入れた方がいいよ、大丈夫。空気抜いた方がいい、抜いた方がいいよ。抜いた方がいい、入れちゃう、危ない、入れちゃダメです。危ない、今。すごい大きかった。いや、さっきあったんやな。 愛情込めてお金、俺目作ってるから。目、いい感じ、いい感じ。次、水入れます。あ、この蒸気で的な。そう、あ、なるほど。だから体にいいんすよ、うん、スチームやから。そう、作ってるからね。すごい、 OK。 で、それ湯は入れて、何段目？一番上らしいです。一番上。え、これなんか、お、作るものによって段、あれ違う。危ない。料理酒。次なの。八段。何？三人分。すごいね。どうぞ。待ちます。はい。これで完成です。次、この間に。ミネストローネ作っていきます。ほう、はい。ミネストローネはじゃあこれです。出た出た、あの、できる炊飯器使います。これ材料、これ材料、これ材料ですか？これを入れるだけです。全部ですよね？あ、全部です。これチーズ、いける？じゃがいもです。で、ゆうや、はい、スープの素、これそれかな、それかな、うん、これを入れてもらって、はい、これを入れます。で、次、小さじ塩1分の1で、水500ミリ、ありがとう。はいはいはい。で、水500ミリ、はい、はい、はい、完璧、はい。これ、まさか、え、これで、まさか、まさか、まさか、入れて、入れて、入れて、スタートするだけです。閉めて、閉めて、で、あれ、これ調理をして、うわ、すごい。3番3番とか、3番は何？3番はミネストローネ。ミネストローネ、
じゃあこれで30分。え、押しましたよ。ひどい。ひどいわ。ひどい。どういうこと？今自分で押しましたよ。ひどい。あれ恥ずかしかった。まともなやつおらんやん。いや、俺や。完成しましたので取り分けていきたいと思います。おお。うわ、うまそう。あ、絶対うまいこれ。あ、美味しそう。整える？整えます。これで味決まるから。胡椒は思うとる前に入れてください皆さん。でこれを混ぜてよそったら完成です。具材潰したくないよね。あ、確かに、うん。柔らかくなってるから。そう。これでまずミニステローネは完成です。行くよ、カウント。はい。はい、10、はい、9、はい、8、はい、7、はい、6、はい、5、はい、4、はい、3、はい、2、1、完成です。いただきます。せーの。うわ、すごい。すごい。え、何これ？匂いいった？かけた？いいね。いや、匂いっていうか。うわ、うまそう。はい。うわ、すごっ。じゃあ次、きんぴら作っていきます。はい、はい、材料はこんな感じであります。ありがとう。うわ、美味しそう。さっきこれ調味料もう混ぜておいたものがここにありますので、はい、これをゆき、はい、はい、入れて、え、入れる？まんべんなく、まんべんなく入れて混ぜるだけです。染み込む感じで。そうだね。ビストロ持ってる。うん、はい、こんなもんかな。で、これをビストロに入れて、まさかまたまたまたビストロに入れるだけ。入れるだけ。さまさまやね。これのおかげ。できました。じゃあ開けます。はい、はい、おお、熱っ。おお、美味しそうです。めっちゃうまい。よし、よし、はい、できました。はい、完成です。いきます。完璧です。うわ、うまそうね。輝いてるな。輝いてる。艶が違う。艶が違うわ。うまそう、マジで。はい、すべて完成したので実食していきたいと思います。はい、はい、今から実食します。はい、いただきます。いただきます。いただきます。何からいこうかな。俺もあ、これガチうめえ。何も言わんと食い始めるからさ、ね、これめっちゃうまいな。なんかバッカー食い食べたくない。うん、めっちゃ食い。あったあったしっかり焼けるわ。うまそう。見てあいつやばいやん。あいつビストロやばいな。アホ、ほんまやばい。うまっ。美味しいな。なんか待って、普通のやつと違うよ。うん、気づいた。ビストロで焼いたらタレいらん。ハンバーグ。リュウ君どうよ、ビストロ見て。めっちゃうまいね。もう可愛い、可愛く見えてるね。もう愛くるしい。愛着が湧いてくる。ねえ、これって色何種類あるんだろうね、ビストロ。白と黒。なるほど。ほらほら、家庭に合わせてね。でも俺絶対黒がいいですね。かっこいい。え、うち白やわ。え、嘘。うん、うち白い家が。あ、俺も白や。え、珍しい。カメラマンさんにも食べてほしいよ。話してあげたい。話してあげたい。トレーニング日に最適なご飯です。皆さんもこれを食べて美味しく栄養補給してください。今回紹介した商品、詳しくは概要欄に貼ってあるリンクからチェックしてください。はい、以上、がんば飯でした。